ニアです。今日はこんなコスチュームにお着替えしてみます。こちらのキョンシーです。それでは早速お着替えしてみます。今日はキョンシーっていうことで、なんだかこういう感じのコスチュームなんですけど、コスチュームいろいろ探してて、あ、こういうの面白そうだなと思って買ってみました。それでは今日のブラジャーとパンティをご紹介します。外しました。こういうブラジャーです。今日のブラジャーは黒に水色、ちょっと緑気味の水色のバラの刺繍がされています。ブラジャーもこの下の部分とこの背中のこの部分、上の部分に同じ同色のこう線がこう入ってラインが入っているように見えるようなデザインになっています。こう黒にこういう、まあ、明るめのこういうお色ってとっても映えて素敵だなと思って買ってみました。そして真ん中にはキラキラしたチャームが一つついています。でこう偶然なんですけど、このキャンシーコスチュームのこのここら辺の色、ここら辺の色とこの刺繍の色がちょうど似ている色で、でキョンシーの方も黒地にこの水色が使われていて、ブラジャーも黒に水色が使われているので、あ、ちょうどこのイメージと合うなと思って今日はこのブラジャーを選んでみました。次は今日のパンティをご紹介します。できました。パンティはこういう感じです。この水色で大柄のバラの刺繍がとっても印象的ですね。ちょっとこの上の部分はお花が飛び出るような感じのデザインになっています。そして真ん中にはブラジャーと同じチャームが一つついています。それでは今日はキョンシーのコスチュームで今日のニアのブラジャーとパンティをご紹介しました。最後までご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録と高評価ポチッと押していただけたら嬉しいです。またニアのファンクラブ、パンティやオンリーファンズ、こちらも楽しい動画をたくさん投稿していますので、ぜひ遊びに来てください。ニアの固定コメントまたはこちらの動画の概要欄のところにリンクが貼ってありますのでチェックしてみてくださいね。それではニアでした。バイバーイ。